さっき見た方がええかな、待ってたのに。こんな暑いの知らんわ。ほんま。ひまわり祭り花火大会は7月28日日曜日に開催を予定しております。今日花火祭りやってる。ご来場をお待ちしております。ひまわり祭りにご来場。こちらは南高ひまわり畑いうところですね。佐用町にあります。こちらひまわり畑のね、入園料が美化の協力金やね。中学生以上は200円になってますね。小学生は100円。こちらからひまわり畑、わあすごっ。うーわ、一面が、あたり一面がひまわりですね。本日はね、ひまわり畑の佐用町にあるね、ひまわり畑に来てますね。すごいね。ちょっと入園料払ってね、中入りたいと思います。種もらってくださいね。あ、ちょっといただきます。2名様ね。はい、ご苦労様。はい、お疲れ様です。よかったら種もらってくださいね。ありがとうございます。ほんまや、ありがとう。はい、どうぞ。ひまわりの種やって。はい、どうぞ。はい、はい、ひまわりの種もらっとく。うん、ありがとう。ご苦労さん。これはひまわり会場の案内図になってますね。で、ひまわりの種もね、いただきました。元気だねやって。うまいこと言うな。元気だね。あ、元気だね。すごい。うーわ、結構大きいね。子供さんは水遊びしてますね。足ごたえレースだよ。ごめんなさい。終わったわ。もう。あるかな。もう恥ずかしいね。こちら清流の千草川の恵み、足水やつのなんか生え枯れてますね。足入ったレンジャー乾く、乾く乾く乾く。どこまで入るの。冷たい。気持ちいいわ。あ、危ない。結構深いな。当たり前や。結構深いっすね。すごいね。結構人が来てますね。うん、これこちらが集落のひまわり畑。こちらが今現在地でしょ。現在地からずっとこのひまわり畑がずっと続いてる。田んぼアート人も、あ、ほんまや、田んぼアートもありますね。ちょっとね、ぐるーっと回ってみましょうか。マムシ注意やね。マムシが出るみたいな。わぁ、かわいい。車乗っとうや。バーゲンになって。かわいい。えらい。めちゃくちゃ綺麗ですね。もうあたり一面がね、ひまわりになってますね。
すごい。たまにあの背の高いひまわりがポツポツポツと。なあ。すごい。ミツバチさんが。アブさんかな、どっちかな。暑い。40度近くあるぜ。風は気持ちいいな。あの子も大きいな。あの子な。すごいな。この子が一番大きい。綺麗やな。うん、元気が出るね。めちゃくちゃ綺麗やな。なあ、うん、貸し切りやん。貸し切りやで。ほんまやな。俺の身長よりだいぶ高い。上向いてるもん。2メーター1頭。2メーター1頭。めちゃくちゃしっかりしそう、まっすぐ。頭重たいけどな。すごいな。背高いけど。まだ今から咲きますみたいな。そうやな。一番向こうもっと高い。あ、ほんまや、向こうめちゃくちゃ綺麗や。見て。うん。ここからずーっと。大きいな、この子も、うん、こちらひまわり迷路になってますね。ひまわりの中をね、迷路図体にずっと歩いていくみたいですね。子供たちが楽しそうに。あなたの声を占ってみませんかって。人恋神社で神社あるの。これがもしかして神社かな。
いろんなところでね、撮影するところがいっぱいありますね。夏の花っていう感じですね。いっぱい来てますね。すごいな。ああ、観光バスが何台も止まってるし。最高だ。レモンチューハイ1本何円ですか？あなたに売る場合は1000円。なんで僕500円？ないでないで。はい。どっちよ。ドライで。ドライで。どうも。ありがとうございます。最高やな。ちょっとドライ飲んで涼しみたいと思います。めちゃくちゃ冷えてる、ギンギンに。ああ美味しい。かき氷買え。買う。買う。買うで。そっちか向こう。もう一個向こうにもある。そうなの。向こう行く。うん。いちごレーニアで350円です。